はいどうも、南高井美容師稲津です。はい、今日はですね、僕美容師20年くらいかな、やってますけども、おすすめのヘアオイルを3選ご紹介していきたいと思います。はい、早速、4ですね、4じゃない、4つですね、4つご紹介します。はい、4つ、まずは、エンザット。次に、トラックヘアオイルナンバー3。で、次が、ダイアンボヌールですね。はい、最後、モイオイルですね。この4つ紹介していきたいと思います。3選じゃなかったです。すいません。で、今日こう、おすすめするオイルたちって、揮発しにくいタイプのスタイリングオイルになります。揮発しにくいっていうのは何なのかっていうと、なんかこう、ウェット感が出るってことですね。揮発しやすいタイプっていうのは、アウトバストリートメントなんかに使えるようなヘアオイルですね。そちらは揮発しやすいオイルなんで、そちらのオイルをですね、スタイリングオイルとかで使ったとしても、なかなかこう持続しないですね。今日紹介するものは揮発しにくいタイプのオイルなので、全てスタイリングオイルの部類になります。例えばだから、ウェットヘアにしたい、僕みたいなですね、こういうウェットヘアにしたいという方は、すごくおすすめですね。そして、全て、今日紹介する全てのオイルが油脂系オイルっていう天然のオイルなんですね。天然成分のオイルなんですよね。ですので、安心して地肌とか全身にも使えます。で、1日ですぐ流せるようなタイプのオイルですね。油脂系オイル、鉱物系オイルの違いっていうのは、チャンネルの他動画で説明してますので、ちょっと再生リストから見てみてください。ということで、油脂系オイルを全て紹介します。油脂系オイルって、こう、美容師さんも言いますよね。こう、全身に使えていいですよ、みたいな。でも、流れやすいんで、手なんか洗えばすぐ流れ落ちるんで、そういうデメリットもありますね。はい。で、一応ね、僕なりの最後におすすめしないオイルもちょっと紹介しようと思います。僕の持論ですね。おすすめしないオイルもですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。僕のチャンネルはですね、こうヘアケア特化で発信しておりますので、過去動画もですね、再生リストでこう分けてますんで、カテゴリー別に、よかったら見ていってください。今後もですね、どんどん、ヘアオイルの情報だったりとか、ヘアケアに関することは発信していきますので、登録してお待ちください。はい、まずは N.オイルですね。これは言わずと知れたって感じですかね。もう超有名オイルですよね。使いやすさはあるんですけど、主成分がごま油で、天然香料のみなので、やっぱすぐにこう油臭さと言いますか、感じる人は出るのかなと思います。すごい臭いというわけじゃないんですけどね、やっぱ天然香料っていうのはやっぱ消えていっちゃうんでですね、そういうデメリットはあるのかなと思うんですけど、やっぱり、人気なだけあってすごくいいオイルですね。で、仕上がりとしては結構重ためかなと思います。はい。だから量が多い人とか、ちょっと癖っ気剛毛の人はすごくおすすめですね、N.ヘアオイル。で、N.の主成分のごま油って、セサミオイル、ただ英語で言ってるだけなんですけど、セサミオイルって言って、強い抗酸化作用があるんですよ。抗酸化作用っていうことは、頭皮とかにつけると地肌を柔らかく整えてくれて、抜け毛とか薄毛の改善もですね、測れるっていうのがありますね。ですので、N.オイルとかを持っていらっしゃる方は、他のオイルもそうですけども、特にこうセサミオイルっていうのがですね、地肌の健康にいいので、お風呂入る前とかに頭皮に振ってあげて、少し揉んでオイルパックしてから髪の毛とか洗ってもらえると頭皮ケアになるのかなって思ってます。オイルパックっていう方法もありますんで、チャンネルの動画から よかったら見てください。で、さっき言ったように油脂系オイルなので、ちゃんとシャワーのお湯でしっかり流せますので、オイルの蓄積で頭皮が臭くなるとかもないから、安心して使ってもらっていいのかなと思います。ちょっと喋るの早いですかね。こんなもんでいいですか。はい、じゃあ次はトラックヘアオイル。これあんまり見ないかもしれないんですけど、最近かな、ちょっと出始めたオイルで、これですね、主成分がオリーブオイルなんですよ。さっきごま油だったんですけど、こっちはオリーブオイルで、オリーブオイルのですね、80% がですね、オレイン酸というものが含まれているんですよね。これが N.とは少し違って、オレイン酸っていうのは時間が経っても酸化しにくいんですよ。ですので、ちょっと油臭さが N.ほどは出にくいです。はい。で、その香りがちょっと長続きすると思います。トラックヘアオイルですね。そしてその長続きするって言った香りが、この金木犀の香り、金木犀のめっちゃいい香りするんですよ、これ。公式のカタログではシトラスフローラルって書いてあるんですけど、シトラスフローラルってどんな香りかわかんねえっすよね。いやもうはっきり言って金木犀です。でもこれナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーと分からせて、ナンバースリーのみが金木犀の香りです。あとのはちょっと柑橘系っぽくて、でオイルの質感も結構軽めでしたね。 N ドットよりも少し軽いかなと思います。結構僕は今主に使ってるのはトラックヘアオイルかなと思いますね。結構うちでも問い合わせがガンガン来て、この美容室には来たことないんだけどみたいなですね、人がトラックオイルだけ買いに来られるぐらい、なんかちょっとこう水面下でくすぶってるようなオイルなんで、ぜひともですねちょっと気になる方、細毛の方には合いません。ナンバーワンとかがいてます。ナンバー3のこのトラックヘアオイル金木犀の香りはちょっと重ためなんで。髪質もですね、硬い髪だったりとか癖が少しあるような髪の方がつけられると、こういうウェットスタイルが出せるかなと思います。ちょっとめちゃくちゃおすすめです。でこのジョエル・ロティさんっていうんですかね、このメーカーがなんかこう環境問題とかですかねにやっぱこだわってらっしゃるらしくて、全てが瓶なんですよ、瓶。あとこれプリズナーっていうワックスも、こういう洗顔もあるんですけど、これ全部瓶なんですよね。ですので、ちょっと落としちゃうとパーンっていくんで、その辺がちょっとこうデメリットかなと思いますね。でもおしゃれなんでめちゃめちゃおしゃれですよね。出すのもちょっと難しいんですけども、そんな慣れれば簡単に出せるんで、Lドットも僕ポンプとかつけてないんですよ。もうこうやって出すんですよ。なんかそっちの方がこうなんかやってる感ないですかね。やってる感ようわからんな。はい、で次ダイアンボヌール、市販でも買えますよね。ちょこちょこ紹介してますけど、僕も結構使ってるんですよ。結構いいんですよね、このダイヤボヌールって。これもですね、油脂系オイルなんですよ。はい。ですので、さらっと落ちてくれます、1日で。で、水というかシャワーでですね、さらっと落ちてくれるので、すごく日本人の髪の毛にやってるのかなと思います。で、質感は N ノットぐらい重ためかなと思います。で、香りもですね、ブルージャスミンですね。わかります?ブルージャスミンって言われて。ただいい匂い。はい。おすすめですよ。これはですね結構どこでも買えると思います。ロフトとかにも売ってあるんでおすすめですね、ダイアンボヌールもですね。はい、で最後モイオイルですね。これも結構限界まで使ってますね、僕は。モイオイルは、マルラオイル、バウパボオイル、アボガドオイルっていうのがですね主成分で使われていて、これですね保湿性にすごい優れてるんですよ。保湿性にすごい優れてるにもかかわらず質感が軽いからなんか細毛とか猫系の人はすごく相性がいいんですよ。だから僕もこれ何年も使ってますけど、やっぱりでオイルいろいろね交代しながら使ってますけど、これだけはずっと使っててもうスタメンから外せないですね。やっぱこう髪が硬い人とかにはちょっと物足りないかもしれないですけど、やっぱ細くてオイル作ったらすぐペタッとなるとかいう人はもう絶対これなんですよ。もうこれしかねえんすよね。だからもうぜひ使ってください。髪の毛細くてヘアオイルもつけたらすぐ髪の毛洗ってない人になっちゃうんですよみたいな人がいたら、もうモイオイルを使ってください。もうこれニッププッシュ式なんでめちゃくちゃ楽ですよ。もうさっきのこいつらとかも振らなきゃいけないでしょ。もうこいつらもうこいつに至ってはなんかもうこうあるんですよ。なんかもうすげえ出しにくい、ドロって出てくるんで、もうモイオイルがもうスタメンですね。こいつはマジです。でもなんか1個だけ注意点みたいなのがあって、これ振って使えって書いてあるんですよね。オイルで振って使えよう分からんなとですね。振って使えってことです。振らないで使ってもそのなんか沈殿してるなんていうのは見たことないからいいとは思うんですけど、とりあえず振って使いましょう。もう根っこ系の人絶対使ってください。もう僕も本当数年スタメンですね、僕の中の。あとのこの3つはもう本当入れ替わり立ち替わりって感じですよ。モイオイルだけはもう本当ずっとスタメンで使わせてもらってます。はい、で最後に、おすすめしないオイルもちょっと1個だけもう本当僕が持論ですよ、使ってきた中でのなんですけども、もうちょっとそういうの見たくないという人はここでやめてください。もしかしたら使ってらっしゃる可能性もあるんで、やっぱ使ってらっしゃる人にとってはなんか嫌な動画でしかないですよね。なんだよこいつみたいな感じになるんで。でもあくまでも僕の持論です。あの美容師さんは言ってましたとか言われても、なぜその人の動画を見てくださいっていう話になるんで、まあいいですね。モロッカンオイル、ちょっとほとんど使ってるんですけど、あんま僕はおすすめしないかなっていう感じですね、モロッカンオイルは。一人ほぼ使って、なんでおすすめしないかというと、まず僕結構香りすごく大事にしてるんですよ。さっき言った4種類はすごく香りは僕は好みなんですけども、これだけですねちょっと香りのカテゴリーがちょっと違うんですよ。なんかムスクっていうんですか、バニラっていうんですか、わかります？さっき言ったやつらはなんかこうシトラスフローラルとか、なんかこれフォレストなんとかっていうのは香りなんですよね。ちょっとこう天然由来の香りなんですけど、これだけやっぱこうムスクだったりとかそっち系の香りがするんですよね。まあそっちが好きな人はいいとは思うんですけども、決定的なのが今までご紹介した4種類はですね、油脂系オイルっていうですねオイルなんですよ。まあすぐ取れてくれるオイルで、さっき言ったように全身使いますよっつっても手洗ったらすぐ取れますよって話なんですよね。だからそんなにその手とかにはすごい有効ではないんですけどって話なんですけど、こっちの鉱物油系オイルっていうんですよ。こっちは鉱物油系オイルっていうのは1回つけたらなかなか取れにくいっていうオイルなんですよね。はい、だから手とかにつける分はいいんですよ。まあベビーオイルとかも鉱物系オイルと言われてます。はい、でも髪の毛にこと使うってなると落ちないってやっぱあんま良くないですよね。はい、落ちないと何が良くないっていうと、どんどん蓄積していっちゃうんですよ。蓄積していくとどうなるかっていうと、最初はこうサラッサラツルツルってめちゃくちゃいいんですよ、ね、でもそのままオイルが鉱物油系オイルが蓄積していっちゃうと、次はちょっとベタベタして乾きづらいな、でも乾きづらいなんでだろうみたいなんですね。なんか使ったかなみたいな感じになるんですよね。で次の段階になるとゴワゴワしてくる、バサバサなの。なぜかバサバサするんですよ。でその段階でトリートメントでバサバサを抑えようとしても、もう鉱物油系オイルがこうすごい蓄積してコーティングされていくから入んないんですよ。トリートメントとかもなかなか上手に、まあそういうデメリットがあるんですけど、まあ、海外でだってこれ流行ったでしょね。だから海外の人とかでこうね、毎日洗わないという人はこれつけて、まあ、23日ですね、これ放置でもなかなか落ちてくれないんでいいのかなと思うんですけど、毎日洗って毎日つける日本人には僕は合わないのかなと思ってます。はい、悪いオイルって言ってるわけじゃないですね。ハイダメージ毛とかにはすごくいいと思います。はい、まあ、僕とかブリーチ毛なんですけど、だから僕も使ってたんですよね、ブリーチ部分とかにですね。すごくいいですね。だからブリーチ毛とかすごくハイダメージの人はこれを使った動画とかすごく出してらっしゃると思うんですけども、じゃない人はさっきのまあこういう油脂系オイルで僕はいいのかなと思ってます。はい、つけたら1日でさらっと落ちるっていうオイルですね。まあちょっとコーティングがすごく必要な人とかはまあモロッカンオイルでもいいんですけど、僕はやっぱ鉱物油系はあんまりおすすめしないかな。はい、でも鉱物油系オイルイコール全て悪って言ってるわけじゃないです。それはシリコンイコール全て悪みたいな感じで言ってるのと一緒で、まあ、シリコンも僕すごくいいと思うんですよ。ちゃんと国が認めて安全性も高いんですよ。だからハイダメージ毛とかシリコンすごく必要だと思うんですよね。ノンシリコンシャンプーに変えてバサバサしました。そりゃそうよって、コーティングないんだからシリコンに変えろよって思うんですよね。まあそれもまた目的は何なのかとか今の状態はどうなのかでこう使い分けていかなきゃと思うんですよね。すいません、ただ面白くないっすね今ダラ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 喋っててはい、まあ、っていうことで、まあちょっとおすすめしないオイルって感じですね。まあおすすめしないけど多分個人的にはあんま嫌いなのかなっていう感じですね。はい、まあさっき言った鉱物系オイル、油脂系オイルね、あ、じゃあ油脂系オイルがいいのかなってなるじゃないですかね。私のオイルは油脂系オイル、これコメント欄でその商品名これ油脂系オイルですかって言われてもちょっとすいません答えようがないんで、一応まあ再生リストの中にですねこう見極める方法だったりとかも作ってますんで、それをぜひ見てください。はい、でまあ一応ここまで見てくれた人のために最後に油脂系オイルと鉱物油系オイルがどう残るかっていうですね検証動画を最後置いときますんで、それをまあ気になる人はそれを見てください。こんぐらい残るんだよって僕が言ってるのはどんだけ残るんだよって話なんですよね、鉱物油系オイルっていうのが。まあそれを見てもらえればなんか大体あこんなにの洗えないんだっていうのが分かると思うんで、まあちょっと見てみてください。まあもしですねこの動画が良かったと思ったらまあチャンネル登録もしてほしいですね。あとグッドボタンも押してほしいです。はい、よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。バイバイ。はい、じゃあまずはエンロットポリッシュオイル、これちょっとつけていこうと思ってます。ポリッシュオイルを3滴ぐらいですね、3滴ぐらいつけてなじませる。まあこれ紙についてるって思ってみてくださいね。でこう紙についてるわけですよ、オイルがね、エンロットポリッシュオイルが。で流します。まあ結構落ちましたかね、さらっと。まあ、油脂系オイルはさらっと落ちてくれるんでいいですね。さらっと落ちてますね。被膜にならない油脂系っていうのはこうさらっと落ちてくれる。じゃあ被膜になるトリートメントをつけてみましょうか。まあ、ちょっとここでつけるのがつけますね。ちょっとこのぐらいつけてなじませる、まあ、髪の毛につけたっていう感覚ですよね。はい、つけました。つけて、じゃあ流そう、ね、さっき国旗連動してますよね、油脂系オイルは。あのね、やっぱなかなか落ちない。わかります？もうちょっとしっかりやってもなんかこうビヨーンって伸びてるの分かりますかね。オイルがビヨーンって伸びてる感じ、なかなか落ちないですよ。ちょっとベタベタしてるんですよね。まだ落ちない。やっぱり落ちないんですよ。はい、落ちない。なんかどんどん伸びてきちゃってる。それでシャンプーします、まあ、シャンプーして、まあ、ちょっとちゃんと落ちたかなって感じで、まあ、少量でですね今の。はい、続いて鉱物油系と言われてるトリートメント、ね、これ皮膜になるトリートメントと油脂系って言われてる皮膜にならないトリートメントを両方つけていきたいと思います。じゃあこいつですね、鉱物油系と言われてるトリートメントで、こっちですね、つけました。で次にこのダイアンですね、市販で売られてるダイアンつけてみようと思います。ダイアンを数滴つけます。はい、じゃあダイアンから、ダイアンですね、こっちダイアンを伸ばしていきます。でまずこっちですね、モロッカンオイルを伸ばしていきます。モロッカン流行りましたね、海外セレブの間で。でこっちダイアンですよ。なんか若干ダイアンね違いますよね、つき方がはいで流してみます。ただ流しましょうかね。ただはい、あれこっちあれですね、マカダミアオイル、こっちダイヤ取れてません。ダイヤそうなんですよ、取れてるっていうことはダイヤンは皮膜にならない油脂系トリートメントなんですよ。こっちの残ってるのは皮膜になっちゃうモロッカンオイルってことです。わかります？この N ドットポリッシュオイルとダイヤンは天然オイルの油脂系オイルなんです。こっちを落とそうと思ったらまだついてるの分かりますよね。こんだけ洗ってもまだ若干なんかこう油伸びしてるっていうか、分かります？こんだけ洗ってもですね、もう水洗い、お湯洗い、シャワーじゃ多分取れないんですよ。結局こういうシャンプーですね。このシャンプーは一応高級アルコール系のシャンプーですね。多分マイルドなシャンプーじゃ落ちないと思うんで、高級アルコール系のシャンプーでしっかり落としてあげる。きれいに落ちましたね。で、まあ一応同じ油脂系、さっきね、同じ油脂系トリートメントをつけてみましょうか。まあこっち側をダイアン。で、こっち側を N ドット。で伸ばしてみる、ね、こっちも伸ばしてみる、伸ばす。なんかどっちもなんか少し特徴があるんですけど、こうベタっとしてないというか、こういうところにこう少し隙間が浮いてるというか、わかります？こういうところに、これなんか油脂系トリートメント特徴ですよね。こうベタっとこうつかないっていうですね。で流してみる。シャワーで流すだけでも結構綺麗に落ちますね。はい、だいぶ綺麗に落ちたかと思います。